はい、こんにちは、白須賀です。今回は大学入試に向けての勉強法の教材をご紹介したいと思います。大学受験もですね、やはり答えがある試験なので、これはどういう勉強をするかで合格する可能性っていうのは全く変わってきます。答えがない試験だったら難しいんですけれども、答えがあるんですね。だからポイントはまず大学入試そのものをよく知る、そして大学入試によく出るところを知っていて、そこに最短最速で駆け上がっていくような勉強をすれば、これは確実に成績上がりますし、合格に近づくわけです。で、実はですね、やっぱりどうしても高校に通ってると、教科書の順番通り単元別に、順番通り勉強していくっていうことをやるので、実はその大学受験合格から逆算された勉強をしてるわけではないんですね。どちらかと言ったら、その高校の授業を真面目に受けて、定期テストで点数を取って、でまた高校の授業を真面目に受けて、定期テストで点数を取ってっていう勉強をしてるんですけど、大学受験に合格するっていうことそのものだけを考えたら、実は効率はいい勉強をやってるわけではないわけです。なので、例えば本屋さんに行くと、こういうタイトルの本っていうのがよく売れるんですけど、毎年必ず一定部数売れるんですけど、こんな偏差値25の私でも慶応大学に合格できましたみたいな本っていうのが毎年必ず一定部数売れるんですね。で、これは子どもたちとか保護者からするとすごいことのような感じがするかもしれないんですけど、私たちのような塾講師からすると大したことがないんですね。なんでかっていうと、入試に出る問題って決まってるからなんです。だからいろんな教科書とか参考書とか問題集とか、いろんな浮気をすると実はなかなか難しいんですけど、例えばさっきの例で言えば、慶応大学に合格するっていうのに一点集中で向かえば、その入試の問題の傾向が毎年極端に変わるわけでもないですし、ましてそのセンター試験っていうのに関して言えば、もう出す側、要するに問題作成者からしたらもう作りようがないぐらいなんですよね。もう20年以上同じ制度をやって、しかもマークシートの択一問題ですから、作る側からすると、もう正直もう作れないんですよ、問題を。その重要なところっていうのは決まってます、どの教科も。だからそこをはっきりパターンを知って、そこに向かって一点集中で勉強していけば、現状の成績関係なく成績上がって志望校に合格できるんですね。だから私が今お話ししたようなことっていうのはごくごく一部ですけれども、そういう勉強を合格とか成績アップに一点集中で向けてやれば、結構驚くぐらい短期間で成績上がるものなんです。それが答えが決まっている受験の強さっていうか、その逆転可能な部分なんですね。だから適切な勉強方法を知って、必要なテクニックを学ぶっていうことは、私は大学受験合格に関しては賛成ですし、是非やるべきだと思います。本当にその学問を、例えば国語なり数学なり英語なり理科なり社会を本当に学びたいんだったら、大学に合格してからでも十分学べます。まずは自分が真面目に一生懸命やってるんだったら、成績アップ、志望校合格に直結した勉強をやるっていうことは、私は個人的に賛成ですので、もしそういった勉強法にご興味ご関心があればですね、この動画の下に URL がありますので、クリックして教材の詳細を確認していただければというふうに思います。はい、今回は大学受験に関しての勉強法の教材をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださりありがとうございます。あなたのコーチ、白須賀慎太郎でした。